どうも、宇宙やばいチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、地球から超絶近くにあった大昔の月を再現というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。月は少しずつ地球から離れている。実は月は近年毎年平均で 3.8 センチメートルずつというペースで地球から遠ざかっていることが知られています。人間の寿命レベルのスパンではほとんど気にする意味もないほど微妙な動きですが、数億年という宇宙レベルのスパンで考えると決して無視することができない動きになります。そして少しずつ遠ざかっているということは、今からはるか昔の時代では月は今よりもずっと地球の近くを公転していたということになります。月が形成された当初、つまり最も地球と月の距離が近かった時、月はなんと地球からわずか 2.4 万キロメートルの位置を公転していたと考えられています。今の平均距離が38万キロメートル程度なので、信じられないくらい至近距離を公転していたということになります。もしも月が地球から 2.4 万キロメートルの位置にあったら、ではこちらのユニバースサンドボックス2というシミュレーションソフトを使って月を地球から 2.4 万キロメートルの位置に置き、当時の環境を再現してみましょう。はい、月はこの位置にあることになります。当時の月の公転周期はたったの10時間となります。今の地球の1日よりもずっと短い時間で一月が過ぎていたということになりますね。ただし当時は一日の長さがたったの5時間しかなかったというふうに考えられているので、一日よりも一月の方が短いという状況は今も昔も変わりありません。月が 2.4 万キロメートルの超至近距離にあった頃は、月の潮汐力も今とは比較にならないほど強く、地球に与える摩擦の熱も尋常ではないため、地表の温度も大きく上昇していたというふうに考えられています。当時の地球は早い時点のために暴風が吹き荒れたり、さらに月の影響もあって超高温にさらされたりと、非常に過酷な環境を極めていたようです。地表から太古の月はどのように見えたのか、では地球の地表に降り立ってそこから見える月を観察してみましょう。月はこんな感じに見えたと考えられています。これが今、実際に見える現在の月ですね。それと比べると、圧倒的にはるかにでかいのがわかります。当時の月は地球との距離が単純に非常に近い上に、高温による熱膨張も相まって、現在の月のなんと約24倍もの大きさで見えていたというふうに考えられています。太陽の見た目の大きさは、現在の月とほぼ同じ大きさで見えているので、当時は太陽よりも月の方が圧倒的に大きく見えていたということになります。しかも高温のために赤く染まって見えるので、恐怖を感じてしまいそうなほど、ものすごい迫力があります。これだけ月が大きいので、月が太陽を覆ってしまう日食が、なんと10時間に1回という頻度で起こっていたそうです。さらに日食の形態も現在とは大きく異なっていました。地球と月の公転軌道の関係から、地球から見た太陽と月の見た目の大きさは変化しています。現在の地球では、月が太陽よりも大きく見えることもあれば、反対に月が太陽よりも小さく見えることもあります。そのため地球から見た月と太陽の方向がほぼ完全に一致したとしても、月が太陽全体を覆い尽くす皆既日食と、月から太陽が少しだけはみ出て見える近環日食の2種類の日食を楽しむことができます。一方、かつての地球では、月が太陽よりもはるかに巨大に見えたので、月が太陽全体を覆い尽くす皆既日食は頻繁に起こっていたというふうに考えられますが、近環日食は絶対に起こりません。このように近環日食と皆既日食の両方を見えるという
現在の地球と月の距離感というのは、長い地球の歴史の中でも本当に短い期間に過ぎません。その意味では、私たちは奇跡的なタイミングで生まれたと言ってもいいでしょう。そして、地球から見た月の年代ごとの変化を描いたアニメーションが、JAXA の惑星科学者、ジェームズ・オドノヒュー氏によって作成され、公開されているので紹介したいと思います。現在の地球から過去に遡っていき、最初の方は今と大差ないように見える月ですが、徐々に大きくなっていき、40億年を過ぎたあたりで、ものすごく急激に大きく見えるようになります。そして45億年前に月が形成された当初は、大きさは今の月の 24.1 倍もあり、高温のため真っ赤に見えていたというふうに考えられています。こんな月があれば毎日恐怖で仕方ないでしょう。今後月はどうなるのか。現時点でも地球から遠ざかり続けている月ですが、今後地球と月の関係性はどのように変化していくのでしょうか。今後も月が遠ざかるにつれて、地球の一日は遅くなり続け、今から 1.8 億年後には一日が25時間になるとされています。24時間が基準の私たちにとっては非常に生きにくい世界となります。理論上は地球の自転周期と、月の公転周期が一致したタイミングで、月は地球から55万 km 以上の距離には離れていかなくなります。そのため月が地球から永遠に離れていってしまうということはなさそうです。ですが、そのようなことが起こるのは今から数百億年後であると考えられていて、その頃にはとっくに太陽の寿命が尽きている計算です。太陽は寿命を迎える前にこのように膨張し、地球系すらも丸飲みしてしまう可能性もあるので、その場合は最終的に月と地球は仲良く太陽に飲み込まれてその生涯を終えるでしょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を日々投稿していくので、ぜひ宇宙に興味ある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。新設の生物ヤバイチャンネルでは、僕、キャベツが最近興味を持っている生物分野のニュースや面白い話を投稿しています。こちらの宇宙ヤバイチャンネルとともに更新を頑張っていくので、ぜひ動画の概要欄からチャンネル登録をお願いします。